さあ参りましょう。3人目の挑戦者の方、うん、どうぞ。近頃私たちは、はい、決まった。パーティー終わりから。ああ来ました、カナダさんです。これ一級品やからな。なんか終わりなんですね、なんか会社の2回終わりから。カナダさんずっと終わってる。志村や、志村すぎるって。ドンキで買い物でもしちゃったのか。ちょっと二次会終わりやなこれ。出ました、靴。あ、靴、靴が、靴が、靴箱、思ったより遠い。靴箱。カナダさん、これ伝統芸です。このカナダの靴履きは、はい、自ら離れていくからな。靴靴履いて。はい、まあるよ。まず靴履いてよ。見える？それ自分の風船で邪魔になってるだけ。離れちゃった。離れちゃった。離れるんすよ。まっすぐ行けないから。そうなんすよ。自己紹介をお願いします。しょうちゃんです。しょうちゃん。しょうちゃんさん。しょうちゃんです。これ今ベイスターズのね。志村さんに試合を見て、でこの中華街でこれをねハゲてる。志村さんのハゲ方や、あれで白髪になったらすごいでしょ。あのスタジオに千鳥さんがいらっしゃいますので、ちょっとこれつけていただいてもいいですか。ちょっと待ってくださいね。しょうちゃん、しょうちゃんさん、あの耳だけつけてもらってもいいですか。はい、ああ。しょうちゃん、まんじゅうが問題だ。ちょっとカンニングしてる。西田ちゃんも知らないカンニングしてる。答えを書いてダメ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 、カンニングしますよ。ダメですよ、ダメですよ、ダメですよ。最高でした。最高、あ、面白かったですね。問題やるのかな、翔ちゃん。できるかな。電話かけてないからね、まず。で、問題も発表してないから。じゃあ問題いくの。問題じゃあお願いします。はい、アナウンサーがこれぐらい疲れるから。日本一高い山、富士山の標高は3776メートルですが、では2番目に高い山、北岳の標高は何メートルでしょう。あ、難しいな。これは聞かないと。ただですね、ちょっといらっしゃらなくなってしまいまして。え、誰もいない。そうなんですよね、ちょっと翔ちゃんさんが見当たらなくてですね。どっかいない。翔ちゃんさん、まだもいないか。そうなんですよ、見当たらない。お一人だけいましたね。クソが。はいはい。あ、帰ってきてください。あれ、かぶりたかった。かぶりたかった。かぶりたかった。こいつ嫌やわ。嫌だ。こいつ嫌やわ。好きじゃないわ。この一番嫌なタイプな。俺全然好きじゃない。こいつ。あ、入ってきた、入ってきた。また。あの顔。あの顔。あの顔もろいわ。お仕事中ですよね。こいつ厳しいね、普段。今興味あんねん。こいつは普段重役とかのポジションやね。どういうこと。重要なポジションになってるから厳しいね。こいつ嫌い。こいつ嫌いやわ。こいつ嫌い。こいつ嫌い。こいつが。ああ、いらっしゃいましたね。あ、いきなり帰ってきた。しょうちゃん。すいません。すいません、ちょっと。どうされてたんですか、今。何してたんですか。ちょっとね、オムライスよね。ダメですよ、おしっこしたら。ごめんなさい。カメラカメラに向かってる。カメラに向かってる。素直。チャンスの時間、フルで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会員な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。